お疲れです。お疲れです。お疲れ様です。今日は、はい、真面目な話なんだけど、うん、ちょっと寒いけどね。そうですね。寒い。現状の仕方。はい。現状って現地調査。はい。うん、下見ですね。足場のね、はい、足場の職人なんですよ。あ、まあもううちで十何年、一番古株だけど。寸法取りね。はい。来週から始まるとか、まあいつ始まるか分かんないけど、何件か回ってくるでしょ。はい。今日何件か回ってたんでしょ。あ、もう回ってます。とかいろいろ、まあ外トラック乗ってバーって移動して。はい、その寸法を取って材料出しをするんだね。そうですね、数を出さなきゃいけないんで、うん、積み込む前に、はい、その数出しのため の下見、寸法を測りっていう、はい、ちょっと今日は真面目な動画になりますけど、はい、うん、撮ってみましょう。はい、よろしくお願いします、うん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、許可取ってますね。許可取ってます。すごいね、協力的な。そうだね、 YouTube 撮っていいよって。お客様で社長と会いたいって言ってましたね。これ見たら残念があるじゃん。これだったらもう会わんでよかったわ。ちなみに現場足場の組み立てのために、まあ、寸法を取るんですけど、もちろん営業は見積もり出す時にも寸法を取ってるんですけど。そうですね、現地採寸するんで、はい、なるほど。なんかもう真面目な話ばっかりつまんない。ちょっと真面目にやっちゃった。はい、やってみましょう。はい、まずはどこから。いや、まず外観の寸法の長さを取っていきたいので、はい、正面からちょっと絵描いていかないと思うので、うん、まずは簡単な漫画っていって絵を描いていきます。実際、まあ、もう一度清書はし直すんですけど、簡単に、うん、こちら側から、道路と。緊張するのかな、こいつも。あれみたいな。あれ喋も緊張するんかな。ちょっとなんかボキボキ折れてる。まずバルコニーの方があるんで、こちら側バルコニーの方を描いていきます。この線を引いたところに対して、お家のところですね、同じように長さを入れていくんで、これを測っていきます。結構細かくわからん。あ、全部測ります。ほとんどない。これ15メーターのスケールなんで。あれ持ったらコロコロ。あ、コロコロダメです。コロコロとかそういう測るもの、地面の凹凸加減とかそういうので全部長さ変わっちゃうんで、うん、はい、やっぱ足場だともっと細かく出さなかった。はい、あ、そう、あれ、さっき失礼します。ごめんごめん、俺しゃべりかけちゃったからね。出た。社長それ好きですよね。これしかない、これしかない、それ得意。ネタがこれしかない。ちょっと鏡の前でいろいろやってんだけど、休みの日じゃなくて家帰ってから。もう真面目にやってんの。カーポートがあって、あ、カーポートまで、あ、そうだね、カーポート。これね、ちょっと映してもらうといいけど、これ足場結局立たないじゃん。ああ、なるほど。だからまあ、これ飛びの子は見てほしいなと思ってるから、こういうの外すか外さないかっていうのも決めなきゃいけないね。はい、うん、実際に工事来た時にトラックに足場材持ってると、何を乗せるかって決めなきゃいけない。運送車とか担当者にどれだけ何を持ってくるかっていうのをやっぱ決めなきゃいけないから、で、はい、そこでやっぱこういうカポートがあるかっていうのも出すってことね。はい、うん、あ、じゃあこれ外す時もあるってことですか。あります。へ、はい、一応カポートのこのパネルですね、パネル自体を取ることができるんで、あ、そうなの。1枚ずつ取れるから、はい、で、カポートを描くんですけど、カポート自体ここが、あと足場に干渉してくるのはここ、この長さなんで、この長さも測ります。あ、カポートの、はい、それまで大事。はい、結局カーポートと書かれていても何メーターあるのかっていうのが分かんないんで、カーポート、この長さが2660で、あとはこの隙間ですね、ここに柱が通るのか通らないのかっていうのをみんな知りたいんで、写真だとこれ肉眼で見てると全然違うんで、柱が通ってもこう倒れちゃったりしたらこのフレームに当たっちゃうんで、うん、フレーム傷つける恐れもあるんで、 それができるかできないのかもやるところか。はい、大体何センチ以上あればいいの。全て20センチぐらい欲しいですね。ここはちょっと厳しいね。15、6ぐらい。そうですね、うん、ただ空中に全部作っちゃうこともできるんで、こう立てた時に、うん、こういう方向だったりとかこういう方向だったりっていうのは全然強いんですよね。でも内柱をこっち側に入れてこう組むんで、こういう方向に対しての力っていうのは弱いんですよ。ああ、そういうことか。そうすると実際お家がここにカーポートがあるとしたら、ここの真ん中部分は弱いね。内からこう作っちゃうとこっちに
倒れちゃうんで、うん、そうするとフレームに当たっちゃう、そういうことね、はい、うん、はいはいはい、で角は角でこっちと連結させれば全然強いんで、まあ、そこんなに動かないよねってことで、なんでギリギリに持ってきて、まあ一応安全のために養生剤をつけといた状態でここへ立ててきて空中に張り出す、そこから空中に全部向こうまで作って下ろすっていう手もあるんで、うん、そういうことね、なるほど、はい、難しいで多分バッサリ勝つなるほど、分かる分かる、俺は分かるけど、はい、じゃあどんどんやっててください、はい、じゃあどんどん、ちなみにどれぐらいでいける、30分かな、30分ぐらいかかりますね、結構大変だね、はい、もう大体このくん、もうちなみにやってる時に大体もう足場のイメージ組んでんだ、大体は出てくるんですけど、寸法の細かい割、うん、何が入ってくるか、部材が何が入ってくるかっていうのはそこまではババッとはいきなり出てこないんで、決めるのに自分たちで足場の図面を引くのに今度 これで寸法を見て全部決めちゃう、別にもう一回きちっと引くから、はい、その間の寸法だけ取って、はい、間違ってないようにね、そうですね、なるほどね、めっちゃ外から見てるな、何やってんだろうみたいな、完全に YouTube や道路沿いだからあ、ここの離れ全然出す、はい、これちょっと特殊じゃない、ここだけ出てるもんね、そうですね、うん、あ、そうかそうか、上の壁の出とここの出が違うから、ここはいいよね、だってこう組んでいくってことだな、で、そこがこうやってね、さっきも言ったようにちょっと出てるから特殊、はい、足場が特殊な、あー、なるほど、壁を塗らなきゃいけないわけじゃん、うんうん、で、そうすると床がかぶってこなかった、あ、そうですね、ここからってことですね、そうそうそう、ここから、うん、そうそう、ここから外にはですね、うんうん、また仕切りもこれだな、敷地が、うん、そうですね、なんでここのちなみに離れも測っていきます、ね、ああ、そういうことだ、はい、そこに足つけるかどうか、はい、あと定規も使うんだ、それ YouTube 用に定規使ってねまあ、ちょっと普段使わないでしょ、ね、あ、もう自分で分かればいいんで、こっちが結局こんな感じになってますね、こうやって職人やってることで、まあ、なかなかこうやって現状ってやったことないこと多いと思うんだけど、うん、なんかそういうコツってあるの、現状やってるコツって、正確に測ることですね、なるほど正確に測ってちゃんと足し算できないです、分かるように絵を描いてあげる、そういうこと、でそれをちゃんと清書し直して本当に誰もが見て、あここが2階建て、うん、これがで建物で出っ張ってるんだ、うんうん、あとは軒がどんだけ出てるっていうのも、うん、全部全てイメージができるように写真と図面を見て分かるように、うん、そういうことだね、はい、うん、ここまで俺なんていうのね、せっかくこれトミーのねコメ見てて、まあその、まあ、勉強になるならんももちろんですけどお願いします、絶対バットばっかりじゃないですかいいじゃん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 、俺も結構頑張ってたから帰ってそうですね、これ裏はどんな感じなんですか、裏はこういうね、あ、もうすごい細い感じで、ここも足場組むんで、どうやって組むかってイメージあると思うんだけど、どうでしょう、もうこう張り出してくるかな、こう外にね、うんうん、あ、これ測ってる、やっぱりね、あ、なるほど、で、出よう、で結局ブロックがあるからね、下も、うん、足つけないじゃん、簡単にブロックの上に乗せるって言っても難しいと思うよ、うんうんうん、じゃあこういう場合はどうするんですか、まあ、なるほどちょっと大体わかるけどとにかく寒い寒い、結局はこれが日差しでこう出てたら、うん、足場が絶対泥道こう外へ出てこないと難しいんで、まあ、日差しがこうあったら、はい、こういう風にここに足場が、うんうん、どうですか今小声でマイク入ってないと思うけど、どういうことですか、どういうことですか俺も分かんない、これで、でもどうすんだろうね、まあイメージあるんでしょ、トシ君ね、大体今フェンスがついてるとこぐらいで上げればフェンスだけ外して、外して、あ、でこっちには土地を借りなくていけると、借りなくてもギリギリ行きますね、まあ、土地借りる場合もあるね、あ、へえ、外して、あ、まあ、どっちでも行きますね、そっち側行く、どっち反対行く、あ、じゃあここ行ってみようか、はい、こっちはちょっと広いわ、あ、本当ですね、でも上見ると多分出てると思う、ひさしギリギリでしょう、これ土地ギリギリに、ひさしで多分土地区切って家作ってると思うんだよね、あ、来ました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 、でも こっち邪魔になります、こっち邪魔になります、僕ら邪魔になります、そこに止まる、まあそうかな、トシ君どう、もう大体ある程度は取れたんですけど、傘も出さなかった、これ難しいね、いや、水切りまでなんで、うん、水切りまで取れたら分かる、お、行きました、これ職人技だぞ、さすが、これ職人技だぞ
ね、出てると思います。これぞ非スケール縦伸ばし。まあこんな感じ OK。 現状の寸法踊りは終わります。あと何もあるの？写真です。あ、写真、はい。これをうちの職人さん全てが見れるように写真を取りまとめます。そうですか。もう聞こえてる。バッチリ入ってる。完全に聞こえてる。それにあげちゃう。一気に。あ、もうあげちゃいます。職人も住所だけで来るんですけど、うん、表札があると簡単にすぐ分かるんですよ。で、それを走ってきた時にこの家って分かる写真があればもうそれでたどり着けちゃうんで。前から写真撮ってんだ。なるほど。僕ら入っちゃいますけど、いいんですか？いいよ。これがね、写ってるけど。その写真ちょっと撮って撮って。面白そうなんじゃない？ちょっとだけずっと毎回入れてる。ちょっとだけ毎回入れてこう。面白いよ、俺。それ、みんなちょっと。お家の角に入れてくれるさ。全員見ますからね。僕反対から一回ああ反対からこっちから見たらこっちから見たいよ。そう、はい、なんか今回だけ誰かいるぞみたいな。謎の幻聴写真が全員爆笑するの。はい、じゃあ本日は幻聴、はい、現場調査、はい、寸法踊りの仕方、はいはい、プラス写真の撮り方、はい、になります、はい。楽しいと思ったら、楽しいと思わないけど勉強になったなと思ったらチャンネル登録いいねお願いします、はい、お願いします。また見てね。もう撮らんの写真。あ、もう撮らないですね。撮らない。もう一枚だけ。もうアップしちゃったんで。残念でした。一応大体撮り終えた時点でアップする。あ、するか。